備するもの、折り紙、毛糸、テープ、糊、ホッチキス。折り紙を重ねます。半分に折ります。もう一度半分に折ります。さらに半分に折りましょう。広げて折り紙を1枚抜きます。蛇腹折りにします。もう1枚も同様に折りましょう。2枚を重ねます。真ん中をホチキスで留めます。糊で両端を貼り付けましょう。この部分に糊を塗ります。こちらも同様に塗りましょう。円にすると花びらの出来上がり。毛糸で飾り紐を作っていきましょう。毛糸を3本固定します。三つ編みに編んでいきましょう。先端を結びます。あらかじめ壁に毛糸を吊るし紐を結びます。この際結び目を入れると綺麗です。テープで花びらを固定します。完成。パーティーなどの飾り付けに使ってもとっても可愛くておすすめですよ。